秋田新生農業共同組合は、秋田県由利本城市に本店を置く農業、共同組合である。愛称は、JA、秋田新生、由利本城市の指定金融機関。1997年4月、本庄、由利地区の一市十町の11農協が、広域合併し誕生する。由利本城市全域及び、二ヶ星全域を、定管上の営業エリアとする。 2002年、米家低迷や、転作面積の増加などから、総収益の減少に直面したため、経営体制の見直しに入り、36支所、6出張所としていた体制を16箇所級出張所に整理縮小したほか、本体で運営していた、A コープの運営を、完全子会社である、JA 秋田新生サービスを設立し分離し、ガソリンスタンド等の付帯事業も順次、 同社に移管するなどの経営改革を断行した。本店と由利本城市役所出張所を除き、館内の4つの支店を基幹とするエリア制を採用しており、西部は久方支店を基幹として、二カ星域全体を担当し、由利本城市域は3つの基幹エリアから構成され、北部は大内支店を基幹として、大内、岩木の旧二町を担当。中央部は、 本庄支店を機関として、本庄、西目、東ゆり地域を担当し、東部は矢島支店を機関として、矢島、鳥海、ゆり地域を担当している。本店所在地のゆり本庄市の指定金融機関を受託する。これは合併前の8自治体のうち5自治体が従前から遠組合を指定金融機関としていたことに由来する。ありがとうございます。